子供が欲しいですか？もちろん将来的な話です。今すぐにどうこうということではありません。よかったです。はい、ゆくゆくは家庭を持ちたいと思っています。もしかして、私、またこちらのセオリーを無視していましたか？すみません。どうお詫びすれば？わかっています。私もぼんやりと考えていただけなので、そう重く受け止めなくても。気づきました。一人の妄想にリクさんを巻き込んでしまいました。